今回は漫画王国鳥取をご紹介しました。皆さんは子供の頃どんな漫画やアニメが好きでしたか？私はね、秘密のアッコちゃんが大好きでした。テクマクマヤコン、テクマクマヤコンといろんな人になりたいなと思いながらお願いしてましたよ。さあ今日はですね、面白いの用意しましたよ。何もないじゃんではないんですよ。今日はですね、丸山さとみ絵描き歌をご紹介します。じゃあ早速いきますね。皆さんもペンと紙を用意してください。いきますよ。大きな丼がありました。中に黒豆2つです。ひじきをたっぷりのせたなら、花は白いエシャロット。何でも食べちゃう大きな口に、鳥取特産板わかめで、はーい、完成。これもちろん私の丸山さとみの絵描き歌です。これ皆さんも描けるようになってくださいね。とっても簡単です。さあこんな風にしてね、漫画やアニメの良さを知りながら漫画王国鳥取を盛り上げていきましょう。書いてくださいね。